皆様おはようございます。お元気でしょうか。いつも無駄なしまかない道場ご視聴誠にありがとうございます。本日はですねこちらですね、はい、ね、このチャームシロツは買っちゃったよ2つ、これを使って一品作っていこうじゃねえかっちゅうことになりました。それではね早速スタートしましょう。いい天気だ今日は。はい、それではね早速薬局ドラッグストアですねスタートいたしましょう。やっぱ天気がいいとねいいですね。なんかねもうポッカンポッカン春日和っていうの、小春日和は秋だけど春日和は春だよみたいなね、まあ余計な話はこんぐらいにして早速やってまいりましょう。はい、今日使うのはね卵2個ね、がっつりなと割っていきましょう。はい、もう1個ですね、がっつりなと、はい、割っていきましょうね。はい、そうしたらあとは混ぜ混ぜ混ぜんこ混ぜリーヌですね。まあ今日お箸使いましょうね。この前フォークでやったらなんか黒板引っかく音みたいな、ちょっともうやめてくださいみたいなねコメントが2件ぐらいあったんでね。まあ私的にはそう聞こえなかったんですけど、まあね念には念を入れてね、泡を立てないようにチャームシと同じ感じね。で白身をガッツンガッツンパッカライナとね、よく切ってまいりましょう。あ、ガッツンガッツンパッカライナですね。はい、こんなもんでいっか。白身切れたかな。もうちょいかね。はい、ガッツンガッツンパッカライナーとですね。はい、こんな感じでよろしいかと思われます。それではね次の工程に進んでまいりましょう。はい、それではですね次の工程に入りましょう。まずね、ベーナー用意してください。はい、そこにですね、牛乳ですね。はい、前はねチャームシの時は出汁だったよ。牛乳ね、卵を2つね、はい、牛乳が 250cc だね。はい、ワンカップとかだね、ワンカップ飲みてーぜこの野郎みたいなね、とあと半分だね。あがっつりなと、はい、入りました。はい、そうしたら 50g の砂糖ね、がっつりなと固まっちゃってるよ、固まっちゃってるよ。はい、そうしたらこれ持ってねバーナーコーナーの方へ行きましょう。本日作るのはプリンだね、プリン。デザートの一つぐらいたまには作っとくかってことだね。なんでプリンに至ったのってことなんですが、非常に茶蒸しの作り方とねすごい似てるんで、茶蒸しの器でもまあできるし、まあ要するにまあプリンカップで作ればまあプリンみたいな感じなんだけど、まあ茶蒸しの器で作っても壺プリン的なねでプリンができると思われるので、本日はねプリン作ってまいりましょう。はい、それではね牛乳砂糖ですね、はい、これ持ってバーナーコーナーの方へゴーしましょう。はい、ただいまですねバーナーコーナーの方へやってまいりまして、はい、牛乳250の砂糖が 50g ですね。まあ要するに卵が2個で、まあ、100じゃんで、牛乳が250じゃん、砂糖が50じゃん、ということは砂糖1基準にすると砂糖が50で砂糖が1、牛乳が250なら5、卵が100だから2、125の割合って感じだね今回はね。まあ、茶蒸しとほぼほぼ似てんじゃねえみたいなね、だしと卵の割合みたいなね、感じではないでしょうか。はい、そうしたらね、沸騰する寸前まで、沸騰しちゃうとちょっとダメなんでね、沸騰する寸前までねこの砂糖と牛乳を一体化させていくみたいな、これだけでも絶対これうまいやつでね、よく子供の頃ねこれね砂糖牛乳っちゅうのね、ちょっとこう食パン焼いたやつ耳とかくっつけて、耳って人間の耳じゃないよ、食パン耳だよね、耳とかさこう焼いたやつこうジュンジュンとこれ吸わしてね、これカップに入れてさ、マグカップに入れてジュンジュンって吸わして、まあその耳のうまいことっつったらねみたいな、あれに似てるってことで、フレンチトースティーに似てるってことね、そのうちやろうねフレンチトースティーもね。まああれも結構簡単なんでね、あれも甘ったるくて美味しいよね。やっぱ疲れてる時は甘いもんがもう非常に心にしみる、胸にしみる、胃にしみる、腸にしみるみたいなね、五臓六腑にしみ渡るみたいなね、まあ、お疲れさんのハッピーホッピータイムと一緒かな、こういう甘いもんもね。はい、そうこうしてるうちに、はい、溶けたね、はい、オッケーオッケーベリーオッケーじゃねえのってことで、はい、それではね沸騰する前に火止めて、これ持ってねまた卵コーナーっちゅうの、卵と一緒にね一緒に卵コーナーへゴーしましょう。はい、砂糖牛乳持ってね卵コーナーの方にやってまいりました。でこれ沸騰を思いっきりさせちゃうと一緒にしてこの卵がなんか固まっちゃって、まあ、茶蒸しの時もそうだったんだけど、なんていうのかな、入り卵状態になっちゃう恐れあるんでね、マービリー入り卵みたいな感じになっちゃうんでね、はい、これ少しずつこう入れながらこう、あ混ぜ混ぜ混ぜんこ混ぜリーヌだね、
もうねこの時点でねプリンのいい匂いガツンガツンパラリーなとしております。はい、全部入りました。砂糖うまそうだね。ほらあと蒸すだけだから、もう茶蒸しと一緒だからね。はい、そしてここで一味あれだね、バニラエッセンシーだね。おーっとどこ行ったかな、ちょっと持ってきます。はい、バニラエッセンシーですね、持ってまいりましたね。はい、3、4滴ガッツもっと入ったな、まあ5滴ぐらい入れるかね。はい、入りました。これでね、全ての具材がオッケーオッケーベリーオッケーでね、あとは混ぜ混ぜ混ぜんた混ぜりなんですね。うん、バニラエッセンスなければ入れないでいいよね。うん、濃厚な卵プリンっていうことでね、うん、全然ベリーオッケーです。まあ入れないで全然オッケーオッケーベリーオッケーです。はい、でも入れるとね、バニラのいい香りがするんじゃねーみたいな感じではないでしょうき。はい、それではですね、こうですね。はい、この鍋の方にこれも茶蒸しとね一緒だね。これちょっともうちょっと混ぜてみるか。あ、混ぜ混ぜ混ぜんこ混ぜリールですね。大丈夫だね。はい、白身も結構切れてんじゃねみたいなね。はい、そうしたらこの鍋を下にしてまたねこれだね、裏ごし液でね、卵液と牛乳と砂糖とバニラエッセンスが混じり合ったやつをバッツンバッツンバッツリーナとね、こしてまいりましょう。この時ね白身のいらない部分とかね、まあいらない部分ってねえんだけど、この辛さとかがね、ちょっとあるんでね、こした方がいいです。俺めんどくせえこさねえでいいよっていう方は別にそのままやってもね、まあ、まあまあ粗削りな粗削り的なプリンできるんでね、まあその辺は問題ないと思います。はい、 OK ですね。はい、こんな感じになりました。はい、そしたらねチャムシキー登場ですね。はい、これにちょっと怖いな、とりあえず下に補助的に引いてね、あとは好きなだけバッツリーナと、はい、茶碗蒸しかお前、見つめれたらこれは茶碗蒸しのぞこの野郎、甘ったり茶碗蒸しかこの野郎みたいなね、感じのができるんではないでしょうか。まあ、今日はプリンってことね。はい、ガッツンガッツンパックの、おーおお、今日も大盛りだな、これ膨らんじゃうかな、これ。いやまた余っちゃ飲んじゃうかな、いや飲むっつうのかな、ちょっと余っちゃってね、またちっちゃい湯飲みかなんかねぶち込んでいきましょう。はい、それではねこれ持ってまたバーナーコーナーへ行きましょう。忙しいね今日も。はい、例えばですねバーナーコーナーの方にねやってまいりました。そしてねちょっと蒸し器うちないんで、またこれだね皿2枚ぐらいでオッケーオッケーベリーオッケーじゃねえみたいなね、この自家製蒸し器のね作り方というかね、組み立て方はチャン蒸しの作り方ね、それ見てくださいね。はい、そしたらねガッツリーナとね入ったよ、ガッツリーナと入ったよ、そしたらターフーだね、ターフーしないとダメだね。はい、ターフー入ったよ、もう一個だね、ターフー入ったよね。はい、こんな感じで、で蒸し加減なんだけど茶蒸しとほぼほぼ一緒、13分で OK で、あの時は最初の1分超強火で、残りの12分が中火ね、それと全く一緒です。似てるよね、茶碗蒸しとプリンってね。はい、それでは蓋をして強火だね、がっつりだと。まずこれで1分ねいきましょう。はい、強火でね、1分が経ちました。はい、ここで中火にねして、これから12分ですね。はい、行きましょう。それではねタイマーかけるの忘れないでよ。はい、それではですねプリンを蒸してる間にカラメルソースね、キャラメルソースねやってまいりましょうか。まずねフライパンでも鍋でもいいです。砂糖だね、まあグラニウム、これ入れすぎちゃったんじゃねこれ、グラニウム糖があればグラニウムもいいんだけど、やっぱなきゃ普通の砂糖でも全然 OK ですね。はい、砂糖適当に入りました。はい、そうしたら、ここで添加1パーツですね。でこれ超弱火でやった方がいいね、非常に焦げやすいんでね。はい、そうしたら砂糖と同じ量のお水だね、やっぱ熱いなと、こんなもんかな。うん、あとはガッツンガッツンパッカリなと、あのカラメルソース色っていうの茶色っぽいよになるまで、まあ、じっくり弱火でいきましょうみたいなね、ガッツンガッツンパラリーなとね、こんな感じでいきましょう。そしてあれだね、隠し味、隠し味ね、醤油1滴パンパンパッパン3滴やっちゃった、まあ、いっかね。で醤油入れるとまあまあいいコクが出るぜみたいなね、入れすぎると醤油の味になっちゃう、隠し味になんないんで気をつけてくださいね。はい、あとはガッツン、ジレってな、いやいや中火でいっか、ガッツンガッツンパッ辛いなとね、
はい、砂糖溶けましたね。これ水多かったかもしんねえな。まあいっかね。まあ砂糖と水同割りってことね、お願いします。まあこの砂糖をこれすり切れ1杯入れたら水もすり切れ1杯っていう感じでね、お願いします。まあその醤油のキャップでも、まあドレッシングの蓋でもね、おちょこでも何でもよろしいかと思います。おっと来たよ、ジクジク来てるよ、ジクジク、ジクンコ、ジクリンコと、これね、うん、茶碗蒸しもあと10分ぐらいかね。あ、なんかいい感じで水飴作れちゃうかこれみたいな、ね、感じで、もうちょっとガツンガツンパッカリーナとね、やってまいります。おーおーおお、吹いちゃう吹いちゃう吹いちゃうか吹いちゃうか吹いちゃうか、じゃあちょっともうちょっとね、バツンバツン煮詰めてまいりますよ。はい、お上がりになりますでしょうか。弱火でね、約1分ですね。すごい気泡がでかくなってまいりましたね。であとはね、焦げないようにガツンガツンとね、あのカラメル色になるまでね、ガツンガツンパッカダイナと、こんなもんでいいかな。余熱、おお見える見えるなってきたね。はい、たらもうあとは余熱でね、ガツンガツンパラライカとお願いしますね。これそのまま火かけたと一瞬にして焦げるからね、こう余熱値でね、おお、まだ火ついてるよ火ついてるよ。はい、余熱値でいい感じの色になったね、これね。もうちょっと黒くてもいいかな。うん、まあ市販のはさ、カラメル色素を使っちゃってるんで、結構ねいい色、いい茶色っぽい色になってるんだけど、まあ自家製だから、ね、こんぐらい薄くても全然 OK、 体にいいよこれみたいな、ね、感じで、はい、できたね。はい、それではあとはプリンが蒸し上がって、本当は先に入れるのか、まあいいか、壺プリンの上にこれかけりゃいいね。うん、出来上がったらこれぶっかけて完成となります。いい色だね、甘ったるい、すごいいい香りしております。はい、それではね、プリンができるのを待ちましょう。はい、中火で13分が経ちました。ちょっと蓋取ってみますか。ガッと、はい、こんな感じになっております。本当はですね、そのままね、これ蓋したままさ、まあ、この余熱でほっといて冷ますのがまあ一番なんですが、うん、時間がないんでね、速攻冷やして、食べてしまいたいと思います。どんな感じの、ちょっと開けてみようか。はい、それではね、オープンしてみましょう。ちょっと熱いんで気をつけて、これ開けんときね、ガツあっちな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 あっち、どうよ、ほら、あ、プルンプルンできたね。これもうチャームスと一緒だ、一緒一緒。はい、それじゃあね、ちょっとこれ冷やしてね、カラメルぶっ込んで食っちゃいたいと思います。はい、それではですね、プリンですね、ちょっと冷やしちゃおうかみたいなね、ちょっと氷用意していただいて、まああれすぐ食いたい人は冷やしてもいいけど、まあ、別にこれ後で冷めてから食いやいって方はね、別にこんな冷まさないで OKOK ベリー OK です。はい、そしたらね、水をガツンガツンパッカライナですね、これ思いっきり入れちゃうとプリンの中入っちゃうから気をつけてね。はい、ギリギリの線で参りましょう。はい、OK、 こんなもんで OKOK ベリー OK ではないでしょうか。はい、あとはね、この氷をぐるんぐるんぐるんとね、ぐるん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 と、これ何分も、まあ、あったかくてもいいんだよね。うん、ホットプリングみたいなね、感じで。うん、じゃあちょっとね、少し冷ましてしまいましょう。グリーングリーン、グリーングリーンだね。お、目が回ってきそうだ、この野郎。はい、プリンの方ですね、ぐるぐる回すこと10分が経ちました。そしたらね、ここでキャラメルコーティングしましょう。ガッツリーナと、ガンガンガガンガッツリーナですね。はい、こんな感じでいいんじゃねーみたいなね、感じではないでしょうか。まんべんなくまんべんなくまんべんなくでお願いいたします。はい、こんな感じになりました。それではね、テーブルの方に運んで、食してまいりましょう。冷えたよ、だいぶ、まあ、まあまあ冷えたかなって感じだね。うん、はい、頼みますね。テーブルの方に壺プリンですね、運んでまいりました。パッカリーナと開けて、はい、こんな感じになりました。それではね、いただきましょう。昼飯かこれがみたいなね、いただきます。プリンだね、プリンだね、いただきます。うん、うん、まあうまいね、まあ疲れとるね。うん、この蒸し上がりっちゅうの最高だね。いただきます。うん、うん、これ食うときは結構栄養価高くて、あれじゃね、飯食わねえで大丈夫なんじゃねえみたいな感じだよね、でしょうかね。はい、ということで本日はね、プリンの作りは珍しいね、プリンの作りをね、これやってみました。まあ、チャームスとほぼほぼ似たような感じなんで、まあ、卵2個はね、大体 100g、砂糖が 50g、牛乳が 250cc でね、まあ、要するに砂糖が1、卵が2、そして牛乳が5の割合ね。
1,2,5 の割合でね、調合すればちゃんと美味しいプリンができます。バニラエッセンスなきゃね入れないですよ。うんね、濃厚卵のプリンちゃんとできますからね。まあ、バニラエッセンスのちょっとバニラの香りがするかなみたいな、ね、感じでね、それはそれで美味しいプリンができます。はい、ということで本日も最後まで無駄なしまかない道場ご視聴誠にありがとうございます。まかないかこれみたいな、ね、感じでございますが、本日は、プリンの作り方、本当に茶蒸しが作れればプリンも作れるということでね、よろしくお願いいたします。はい、そして皆様に一つお願いございます。動画アップのモチベーションを維持するために皆様のあったかいグッドマーク1票を入れていただければ幸いかと思われます。それでは失礼いたします。またお会いいたしましょう。じゃあね、天才クイーン。